こんにちは、ダイスです。今歩いてきた後です。3日目なんでちょっと足とかも苦しくなってきた、うん、そう、疲れてきた。なんで今回の動画は体をまず癒しましょう、はい、そして1週間癒す、うん、続けられるような。そうですね、残りもあるからね、うん、そう、うん、なんでせっかくこっちの方まで阿賀野島で来たんで、はい、癒して、癒されてですか、行く行動をしていこう。わかりました。ちょっと疲れてる、疲れてますね。体も持たないかもしれないんで、うん、行きましょう。わかりました。はい、1軒目、ミルパスさん、ミルパスさん、ソフトクリームを、ソフトクリーム止まんないでよ。はい、ソフトクリーム買います。ソフトクリームめっちゃ良くない？ね、切っときます。濃い、美味しい。うまい、うん、じゃあ僕も食べていいでしょうか。喉冷たくてめっちゃ美味しいさっきかき氷大福さんは食ったけどね。まあいいや、僕も食います。ごちそうさまでした。うまかった。美味しかった。いいね。じゃあ次行きますか。うん、はい、行きましょう。すごい夏だね。夏いい感じ。次いい子。はい、もう足湯ですね。疲れた。温泉に足湯を行こう。いい匂いするね。ガラス中から入ります。めっちゃ気持ちいい。やばいよね。ね、疲れ取れますね。うん、いいよね。いいね、やっぱり。
入ってきました。気持ちよかった。足すごい。一瞬のね、軽いんだけど。足入ったら足が。めっちゃ足軽くなった。ね、軽くなった。大事だね。大事だねとか。伝わるの大事だなと思って。はい、入ってきました。足湯。めちゃくちゃ気持ちよかったです。ね。うん。本当にさ。はい。今まで温泉行って、うん、気持ちいいなとは思ったけど、うん、疲れ取れたわっていう感じしなかったの。そうですね。年取ったのか本当に今疲れてるのか、うん、分かんないけど足がね重たかったりしてたんですけど私の場合はね、うん、それがね今ね軽くなった。入って上がったらすごいなって思いました。最初ペースアップしすぎて、うん、1週間持たないと思ったの、うん、これ持つかもね。そうだね。で、あそこに1週間、なんつうんだろう、歩いた後、入ったりして、その後も歩けるね、うん、そうですね。結構遅くまでやってるんで、はい、そうですね。いいんじゃない、うん、また癒されに来てそして歩く、また歩いてっていうね。そう、はい、頑張ります。結構頑張れるかもね。そうですね、うん、思います。なんであとまあ何日かあるかな、はい、頑張ってやっていきましょう、はい、いや癒された。そうですね、良かったです。ソフトクリーム食って、うん、美味しかったですね、うん、1週間頑張りましょうか。はい、頑張ります。まあ残りあと3日か4日。そうですね、3日か4日なので、うん、動画出る時には2日ぐらいかな、なってるかもしれない2日、あと1日みたいな感じになると思うんですけど、はい、頑張って、よいしょ、やっていこうと思います。で、最後の結果発表は多分 Twitter とかでやると思うんで、はい、もしよかったら Twitter の方、はい、フォローしていただけると嬉しいです。はい、はい、この動画が少しでも良かった方は高評価のボタン、チャンネルのご登録、コメントよろしくお願いします。ツイッターもやってます。概要欄の URL か私チャンネルで検索フォローお待ちしております。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた。 See you。